嗜好品なのです。失礼しました。日本酒はもはや必需品なのです。日本酒の新しい可能性を一緒に探しましょう。ここ日本から。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。以上、ファイナリスト19名の自己 PR 審査。ファイナリストの皆さん、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。
I would ask in English. So please answer in English. Okay, this year is going to be quite difficult for you because of the COVID-19. So it's not going to be really, it's going to be very difficult to go overseas and promote sake. So how would you like to promote sake? And do you have any particular plan for this? Thank you very much for your question. I believe that YouTube channel that we are making is one of the ways of promoting sake. And throughout this YouTube channel, I would like to spread the charm of sake, which I believe. The charm of sake, I believe, is not just the taste and the aroma of it, but moreover its traditional technique and the science behind it. Furthermore, unlike any other alcohol beverages, a Japanese sake can be enjoyed in different temperatures. Just like our ancestors read haiku and tanga, watching the four seasons, I think this different temperature of sake reminds us vivid humans to be thankful for every single day and how beautiful Japan's season is. Thank you very much for your question.日本語で質問します。ずっとテレビのお仕事を、ね、されてたということで、まあ結構リポートとかね、食べることを取ることなかなか難しいんですけども、ね、どういうことに気をつけてやられていたか、それと地元群馬の、まあ、食べ物とお酒のね、たっぷりのマリアージュって大事だと思います。そのあたりも、2つの質問になっちゃいましたけども、よろしくお願いします。はい、ご質問どうもありがとうございます。まず一つ目のご質問ですけれども、アナウンサーとして何よりも気をつけていたこと、それは常に感謝の気持ちを忘れないということです。感謝の気持ちを持ってお伝えするという意識を持っていれば、自然と表情も優しく、言葉も美しく、そして自分の真心が伝わると思っております。また群馬県の特産物とお酒のカップリングについてですが、実は皆様、群馬県がすき焼き県を目指しているということをご存知でしょうか。あまり他県の方にはまだ残念ながら浸透はしておりませんが、実は群馬県、すき焼きの具材となる下仁田ネギ、こんにゃく、上州の赤城牛と全てが特産物として揃っているんです。なので県を挙げてすき焼き県として PR していきたいという思いがあるので、私はぜひそのすき焼きと美味しい日本酒のペアリングマリアージュをお勧めしたいと思っております。いや、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっともう一つ、どんなお酒でどういう温度がいいと思いますか、すき焼きには。はい、私は冷酒が好きです。冷酒というのは、例えば温度によってすずりえ、花びえ、いきりえと、私が子供の食料だからかもしれないんですが、とても綺麗な美しい響きで情緒を感じることができるので冷酒が好きです。なので私はその冷酒というのをぜひおすき焼きと合わせて、すき焼きは少し味が濃いめのお味ですので、すっきりとした日本酒、冷酒に合わせて、口の中ももう少し洗い流すといいますか、さっぱりとさせてペアリングを楽しんでいただければと思います。食べたくなってきました。ありがとうございます。今回ミス酒のファイナリストとして、5回ですね、はい、
ができたと思うんですけれども、はい、その中で一番楽しかったお勉強と、はい、それから一番辛かった勉強について教えていただけますか。そうですね、一番楽しかったお勉強というのは、私自身日本酒について大好きだったんですけども、あまり詳しい知識がない中、なでしこプログラムをスタートしたんですけども、その中でプログラムの中ではもちろん、ファイナリストの皆さんとのコミュニケーションの中で、各地のお酒のお話を伺う中で、お酒がどんどん好きになっていって、その中で自分がいただくときに、こんなに魅力があるんだとか、そういうところが素晴らしいなって思いながらいただけたことが、一番お勉強させていただく中で楽しかったです。一番辛かったこととしましては、たくさんの今までのグラフ業に取られた行きたい方々のプログラムのお話として、いくつ受けさせていただいてたんですけども、その中で皆様が共通しておっしゃってたことが、自分らしくということがとても大切ということをおっしゃっていらっしゃいまして、宝塚時代、私の一番の目標が自分らしくいるというのはどういうことなのかというのが一番自分の課題でもありまして、ファイナリストになってからも悩む日々が多かったんですけども、この、ファイナリスト発表会が延期になった期間、 YouTube 動画を作らせていただいたんですけども、その中で自分には何ができるのかというのを考えていた時に浮かんできた言葉が、皆様からいただいた自分らしくという言葉で、こちらを考える中で辛いことはあったんですけども、だんだんその光が見えてきたなと今感じております。なるほど、今日の大会の講師で自分らしさ、これがいうことですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ミス酒チャンネルを通して、主に日本酒の魅力というものを伝えさせていただきました。4年前、地元長野県諏訪市の酒蔵様を取材させていただいたときに、ある障害、ALS という障害をお持ちの法事様とお会いして、そこから、その当時は車椅子が日々の生活で必要なんですけれども、酒造りをするにあたって、その車椅子から降りて、はしごを登って、もろみの様子を見るということに私は感動いたしました。ですので、私は日本酒を通して、先ほどもお話もあったんですけれども、味や香りということだけではなくて、やはりストーリーというものをお伝えさせていただきたいと思っております。ですので、今出させていただいているのは、サンクラの地元の酒蔵様のストーリーを語りながら、誰よりも美味しそうに日本酒と、長野県のお食事、産地のものを食べさせていただいたというのが私のユニークな経験だと思っております。すべてご自身で取材をされたようなものを流した、はい、3つ番組をお持ちになっています。もともと私ガス会社に勤めておりまして、そこである一つの酒蔵様には取材をさせていただいたんですけれども、後の酒蔵様は聞き酒大会などでのご縁を通して聞いたお話で今回の動画を作らせていただきました。ありがとうございました。はい、もし続けたらすいません。チャンネルというのはミス酒チャンネル内で配信させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah.
1日の疲れを癒してほしい時とかに使えますかね。はい、使えます。お酒に優しさを求めたりしますよね。そうですね、酒って癒しですからね。非常にあの簡単なような質問で難しい回答を求めてごめんなさいね。一つも、はい、先ほどのお神酒ということで、こうお酒にはごくごく豊穣を願う生存感謝のところが、お米が取れたことに対する神様へのありがとうという気持ちがあったので、それそういうのも含めて和の心だと感じました。はい、失礼します。いや大丈夫です。本当にあのどのようなことを、ね、あの私の方が、ね、あなたにこう希望するかではないんですけれども、ね、非常にいつどこでって非常に難しいことを聞いてしまって、ね、緊張してる中から私も緊張しています。本当にあのどなたを選んでも皆さん素晴らしくて、本当に今日はありがとうございます。5ヶ月半大変でしたね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。三重代表松本沙耶さんでした。ありがとうございました。以上最終審査でございました。ファイナリストの皆様、審査員の皆様、誠にありがとうございました。なお、審査員の皆様は、この後、審査票をお持ちいただきまして、審査室へとお入りくださいませ。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、2017ミス酒の田中里乃と申します。ライバーの紹介がしていました。改めまして2019ミス酒の春田沙耶と申します。さて、今からですね、今年から誕生いたしましたミス酒のオリジナルキャラクターについてお話をさせていただきたいと思います。実は今年からですね、2020ミス酒が2222ミス酒アースという、私たちミス酒のオリジナルキャラクターが誕生いたしました。そしてこちらのキャラクターの名前をですね、6月3日から20日の約2週間の間、一般公募で募集をさせていただきました。そして本日はその名前を発表させていただきたいんですけれども、その前に、はい、このお名前をお考えいただいた東京都の加藤香織さんには、豪華日本酒とコンセントがプレゼントされます。はい、ということなんです。マイさん、リノさん、はい、これまで7年間の歴史の中でミス酒のキャラクターなんていうものは存在しなかったと思うんですけど、いかがですか？このキャラクターがですね、ミス酒のインスタグラムで突如出てきまして、はい、私も急に、はい、びっくりしました。びっくりしました。すごく可愛らしい。皆様、大変長らくお待たせいたしました。2020ミス酒最終選考会の審査結果の発表を始めていきたいと存じます。それでは、2020ミス酒最終選考会のファイナリストの皆様、どうぞ。
から、お立ちして発表を、私の方から行わせていただきたいと思います。最初はちょっと、ご挨拶の際失礼しました。感極まって実は泣きそうになってしまいましたもう本当に申し訳ございませんでした。何回も練習したんですけど、僕がなでしこプログラムを受けるべきだったということで、これから頑張りたいと思います。はい、それでは、今日取り直しまして、発表していきたいと思います。本当に審査員の皆さんですね、真剣に、議論していただいて、選ばせていただきました。まずは地域貢献賞の2名から発表したいと思います。2020ミスサケ地域貢献賞はまず1名、鳥取永井里子。続いてもう1名、長野横田真理香。
まだですね、はい、大事な冊子が、このタスキが今行方不明になりました誰かと思ってたんじゃないかって話なんですけど、あんなものあっても何の役にも立ちませんけど、皆さんがあってもですね、大丈夫でしょうか。今回はですね、我々、今日ももちろんいつも選考最終選考会皆さんにお越しいただいて、あんなのじゃないのか、あの子だと思ったとかですね、皆さんをこういろいろ見ていただいて、あ、思った通りだったよとかですね、いろいろいつも応援の言葉を、いただいています。今回はお話もあったように、3月の最終選考会ですら、それを迎えるにあたり、なでしこプログラムっていうですね、我々事務局や、全国のクラマさん含め、さまざまな活動がそこであるんですね。3ヶ月間本当にみんな頑張ってくれて、もう我々自身はやっぱりこう評価するんですけども、その選ばせていただくんですが、みんないいと思うんですよね。で、今回はですね、約6ヶ月もうですね、長すぎるなでしこプログラムで、もうみんないい子なんです。本当に直接触れて直接話すと、僕のキレの悪い話が延々と続かないように、大丈夫ですかね、まだないですか。はい、本当にいい子なんで、直接人間性に触れるとですね、選べなくなってきます。でもこれはもう本当に、個人的なことは言いませんが、先ほども審査員室でですね、私もいやこの子こうなんですよみたいな話してました。やっぱり、いろいろこうですね、積極的に参加してくれたり、触れる時間が長い人たちもたくさんいるんです。だから我々が、活動を見ていっていただいたように、国内はもちろん海外、もちろん国内の中でも今は映像を使ったりとかですね、積極的に、何を学んでどのように行動してくださっているのかということを、